とはいえデジタル庁んなんかあのプレイボーイっていう雑誌であのナルケさんっていうあのマイクロソフトの元々社長じゃった人と対談をやってるんですけどデジタル庁うまくいけばいいなと思ってたんですけどそのデジタル庁がデータを保存するのにそのアマゾンとグーグルを使いますっていう発表をしたんですよね。 デジタルって、まあ、あのプログラムを作る部分でお金かかるよねっていうので割と考えられてるんですけどサーバーとかデータを保存するっていうそこのネットワークサーバー周りっていうのが恒常的にずっとお金がかかり続けるんですよ。 そこをいかにその日本の会社にお金を落とすかっていうのをやるべきで僕デジタル庁には受からなかったんですけど多分デジタル庁にもし入ったとしたら桜インターネットの GMO に対してアマゾンのクラウドサービス互換の API を作れやんでそれ作るための開発費として5億円ねみたいなことをやってアマゾンの a w s 互換で全で動くようなそのオープンソースのプログラムを作るみたいのをやるんだろうなと思ったんですよね。 僕あんまり言わないようにしてたんですけどデジタル官と呼ばれるそのデジタル庁の一番偉い人が石倉さんっていう一橋大学の先生でシステム全然詳しくなないいっぽい人なんですよね優秀な人だと思うんですけど和を持って尊しとするタイプの人で。 トラブルが起きないようにするということが仕事の人なんですよね。デジタル庁の仕組みっていうのを。じゃあ google コンピューターま gcp を使ったりとか、amazon の aws を使います。っていうのはまあ、すごい枯れた仕組みなので、トラブルは起きないと思うんですよ。ほら問題ないでしょ？ってなるんですけど。 長期的に考えると問題が起きたとしても日本の会社でそこを作り上げるべきだよねっていう覚悟とま嫌われるっていうのとトラブル起きても俺はこれが正しいと思うんだだからトラブルも当然許容内だよねっていうあの起業家精神があるタイプの人じゃないとうまくいかないんじゃないかなとは思ってたんですよでもそれ僕口に出さないようにしてたんですよ一応デジタル庁うまくいった方がいいなと思ってたんで何も成果を出してない段階で腐すと 内部の人もやるる気がなくななくっっちゃゃたりすすじゃないですかうまくいかないだろうなと思ったんですけど口心が下がるんですけど、まあ、最初にこうやりますよって方針が出たので、まあ、ようやくまあ予想通りりこうやって失敗するのねっていうところが見えたっていうので僕がそのちょっと誤算だったのがデジタル庁に採用された人たちって結構優秀なんですよグリーの CTO やってる方とか結構優秀なんですけどあのそこら辺の採用されたメンツ見てもらえば分かると思うんですけどみんなサラリーマンなんですよ。 それなりの会社のそれなりの会社員の人ってトラブルを起ここさなないことが仕事になるんですよその起業家タイプのトラブルは起こして新しいものを作るんだって頭おかしいタイプの人前澤さんとかね堀江さんとかいろんなところでトラブルを起こしながら他の会社が作ったことのないものを作るぜっていうタイプの人がいないと多分長期的なことはできないですよね。 僕はあの平井 IT 大臣、全平井 IT 大臣を結構評価してたのが、じゃ何でかっていうと、あの人トラブル起こすんですよ。国会の,あの会議中にワニの動画を見てたとか、ちょっとそれは良くないなと思うんですけど、国の予算っていうのを削ってコストを安くしたとしても、別にそのお金って平井さんに入るわけじゃないんですけど、オリンピック関係のアプリ作るときに、その NEC を叩いたりしたんですよ。ああいう会社に頼むんじゃなくて、もっと半額ぐらいにしろやっていうので、トラブルを起こしました。 で結果としてその NEC に発注するのが何億円かなんか薄くなったので国としては何億円払わなくて済んだので国家としては良くなったし税金を払う国民は得してるんですよ。僕は長期的な視点を持ってる人だと思ってるんですよ平井大臣が。 平井さんクビになってでその後あの牧野さんっていう方になったんですけど牧野さんがトラブルを起こしたって話あんま聞いたことがなかったので、まあ、優秀な女性の方なので、まあ、輪を持って尊しっていうことなんだと思うんですけどで結果としてその。 まあのトラブルを起こさないっていうのを目的にしてる人たちが上の方に集まりでスタッフもトラブルを起こさないのが良いよねって言ってるサラリーマンが集まったので結果としては当然 AWS と Google になってでそこのお金っていうのが AWS と Google にずっと送り続けて新しい仕組みというのができずに多分時間がかかってなんだかよくわからない継ぎはぎをずっとやり続けてなんかあんまりデジタル庁ってあっても特殊しないよねっていうのが多分23年ぐらいした時に言われてデジタル庁ない方がいいよねっていうのになって。 で各省庁がデジタル的な発注をするときはデジタル庁を通せっていう仕組みになったんですけどでそれをやったっていうことは各省庁がデジタルに関する予算というのを自分たちで決められなくなったっていうことなんですよ厚生労働省とか COCOA っていう接触アプリをすげえひどいものを作ってでもそれがあの国家予算から出てるんですけどでそういうひどいものを作るっていうのの予算っていうのをデジタル庁に持ってかれちゃうようになるんですよね財務省とかもやっぱりそこの予算っていうのをデジタル庁に持ってかれるのは嫌だと。 デジタル庁を潰そうぜっていうのは基本あの経済産業省以外全ての省庁はそう思ってるんですよ。多分デジタル庁って失敗したっていうことになるんじゃないかなっていうのが僕の予想です。はい、長くてすいません。